はい、どうもトラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、912日目ですね。はい、現在2022年6月7日の、午前11時15分なんですけども、今回ですね、こちらですね、はい、エキサイティングログインボーナスということで、この阪神のところですね、阪神の S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾2弾25エナジー、これもらいましたんでね、この契約書、開封したいなと思います。はい、まあこのアカウントねオリックス純正だけでやってますんで、もう欲しいのはねもちろん、このですね、山本選手、山本選手はまだ通常の S ランクも僕持ってませんので、去年のアニバーサリーの山本選手、からまだ継承できてませんので、もうぜひね、この山本選手来てほしいなと思ってます。であと宮城選手ですね、宮城選手は一応まあ通常の、ね、S ランクこちらですね持ってるんで、まあ極めで称号も、つい最近つけたんですけども、まあ、宮城選手、まあ、もちろんねこちらの方が、まあ、球威制球とかね、あの称号によっては AA の同値とかね狙えますんでね、まあもちろんこ宮城選手でもいいんですけども、一番欲しいのはもうこの山本選手ですね。はい、ぜひ来てほしいなと思ってます。はい、それでは、開封したいなと思うんですけども、一応ですねドリームキャラバンの A ランクのランダムこれですね、 A ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾これありますんで、これ先引きますね。これはもう、山本選手来てほしいです。いきます、お願いします。山本選手来い。山本選手一応ね、去年のアニバーサリー極めで称号もつけてまして、まあ、称号用も名前か持ってるんですけどね、まあでもあるに越したことないんで、山本選手来てほしいです。来い。おーい、いいですね。はい、これ S ランクやったらな。まあまあまあ、でもね A ランクでもね嬉しいです。いや、よかったですよ、ランダムできましたね、これは嬉しいですね。はい、さあ次もぜひ山本選手来てほしいなと思ってます。 S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾2弾、阪神タイガースの報酬ですね、ぜひ山本選手来てほしいです。いきます、お願いします。山本選手来い。さあ A ランクランダムでも来ましたんで、こちら S ランクでも来てほしい。山本選手来い。あー、柳選手か。はい、中道ですね。はい、まあまあ、残念やな。まあまあまあ、しゃあないですね。はい、柳選手でしたね。山本選手こずということで、まあ、A ランクのねランダムは来たんですけども、まあ残念ですね。はい、まあしゃあないですね。はい、まだね、ログインボーナスもう1枚ありますし、ゴリムキャラバンのね累計でもねまだチャンスありますんでね、まあそちらでちょっと山本選手出ること願ってね頑張りたいなと思います。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金ハオロードオリックス女性編でした。